皆さんこんにちは。美人ゴルファーの活躍がファンを一層引きつけている女子プロゴルフ界、その中の一人といえば、身長173センチとモデル並みの高身長で人気を集める脇本花選手ですね。そんな脇本花選手は7月6日に開幕する全米女子オープンの出場権を獲得したことで話題を集めています。一方で、体は完全に死んだと心配になるような衝撃コメントを自身のインスタグラムに綴っていました。一体何が起きたのでしょうか。今回は衝撃なコメントの真相について見ていきたいと思います。2023年7月6日に開幕する全米女子オープン、カリフォルニア州ペブルビーチ GL への出場権をかけた最終予選が5月29日に千葉県房総 CC 房総ゴルフ場で行われました。その結果、岩井明愛選手がトップ通過、2位は佐藤美優選手、3位は木下彩選手でしたね。そして4位に並んだ3人がプレーオフで残る2枠を争うことに。最初のホールで脇本花選手はバーディーを奪い、次のホールでは三ヶ島かながパーセーブし、脇本花選手は最後の出場権を獲得することができました。脇本花選手は自身のインスタグラムに、やった、プレーオフで勝ち取った、嬉しい、頑張るよと予選通過の喜びと同時に夢舞台へと思いを馳せています。しかし、続いて綴られたのは、身体は完全に死んだという衝撃的な言葉でした。一体何が起きたのでしょうか。実はこの予選大会は1日に2ラウンド行われる超ハードスケジュールだったのです。そのため、この日の脇本花選手は37ホール、ゴルフ場滞在時間約14時間と、予選大会のトータル滞在時間の長さや終了時の疲労感を伝えています。さらに脇本花選手は、前日まで静岡県浜松市で行われたリゾートトラストレディスを4日間戦い抜いており、直後に行われた長丁場の日本予選大会だったことで、疲労困憊となっていたようです。聞いているだけでも過酷なスケジュールですが、そんな中、勝ち取った全米女子オープンは嬉しかったに違いありませんね。インスタグラムのハッシュタグには、 USGA 全米女子オープンペブルビーチ楽しみすぎる桜キャディーありがとうと、嬉しさとともに、実の妹である脇本さくらさんがキャディーを務めたことや、桜キャディーへの感謝の気持ちを伝えていましたね。今大会が初の海外メジャー出場となる脇本花選手は、成績を出せるように準備していきたいと期待に胸を膨らませながら語っています。全米女子オープンには歴代覇者の笹生優花選手をはじめ、畑岡奈紗選手、古江彩佳選手、渋野日向子選手、西村優菜選手、勝みなみ選手、山下美夢有選手、岩井千怜選手、西郷真央選手、稲見萌寧選手、川崎遥選手、吉田優利選手、上田桃子選手、岩井明愛選手、佐藤美優選手、木下彩選手、三ヶ島かな選手、アマチュアの馬場咲希さんが出場権を得ており、注目の大会となることは間違いありません。では、初めての海外メジャーに挑む脇本花選手について深掘りしていきましょう。1997年10月4日生まれの脇本花選手は、身長174センチ、体重64キロ、モデル並みのスタイルであることは一目瞭然ですね。その長身を生かした迫力のあるドライバーショットは圧巻の魅了を放っています。父信幸さんの勧めで8歳からゴルフを始めた脇本花選手ですが、持ち前のスタイルを生かし、中学生の頃にモデルのオーディションを受けたことがあるようです。家族構成は、父信幸さん、祖母幸恵さん、妹さくらさん、弟志龍さん、そして脇本花の5人家族。脇本花選手の幼少期に両親は離婚しており、脇本花選手は父子家庭で育ちました。父子家庭ではありますが、脇本花選手は裕福な家庭に育っています。父信幸さんはキャバクラを展開する企業ワキシングローバルサービスグループの代表取締役会長を務めています。この会社は
宮崎県内でキャバクラやクラブ、ラウンジを8店舗展開し、グループ全体の従業員数は約400人と一流企業ですね。他にもタレントプロダクションやスイーツ事業も展開するなど、凄腕社長であることが分かりますね。脇本花選手のゴルフ魂に火をつけたきっかけは、中学2年生の時にタイで行われたジュニアゴルフ合宿に参加したことです。この時、現地で開催されていた米国女子ツアー、ホンダ LPGA ツアーを見て刺激を受けた脇本花選手は、プロゴルファーになることを決意。タイから帰国後、練習量に変化が現れました。これまで週2回だった練習を7日に変え、球数を増やしていきました。真剣にゴルフに打ち込むようになった娘の姿を見た父は、自宅を購入し、パター練習場とアプローチ練習場を作りました。さすが、一流企業社長ですね。サポート力の規模が違います。2016年に高校卒業した脇本花選手は、プロテストを受験。しかし、プロテスト最終日に、前日に食べた焼肉で体調を崩していたこともあり、思うようなプレーができず49位タイで不合格となってしまいます。翌2017年にはリベンジを誓い挑むも、最終プロテストで2打及ばず27位タイで不合格となってしまいました。そこで脇本花選手は翌年のレギュラーツアー出場権を獲得するために、ファイナルゴリファイングトーナメントに出場を予定していましたが、悲劇は重なり、エントリーミスを犯し出場することができませんでした。脇本花選手は2018年の日本ツアー出場権を獲得できなかったため、台湾女子ゴルフツアーの出場権獲得に軌道修正し、ファイナルゴリファイングトーナメントに出場すると、見事トップ通過した脇本花選手は2018年台湾女子ツアーのフル出場権を獲得しました。そして2018年5月、台北ゴルフクラブで行われた台湾女子ツアーサンポレディスオープンに出場した脇本花選手は見事優勝を果たしています。その勢いで臨んだ LPGA 最終プロテストも3度目の挑戦で8位タイで合格を果たし、ついに LPGA 90期生としてプロデビューを果たしました。裕福な家庭で育った脇本花選手ですが、プロテスト合格までの道のりには見えない苦労があったようです。2019年は地元宮崎開催のアクサレディスイン宮崎で首位発進し、最終日最終組を回って自己最高の4位タイに入ると、シーズンでも賞金ランキング47位となり初シードを獲得。2022年の下部ツアーレディースヤンマーゴルフトーナメントでは初優勝を成し遂げました。2023年6月8から11日に開催された宮里藍サントリーレディースでは、優勝争いを繰り広げながら6位に終わり、悔しい思いをしている脇本花選手、悲願の国内ツアー初優勝には届きませんでしたが、メジャー大会の全米女子オープンに並々ならぬ決意で臨みます。3度目のプロテストで合格した強い気持ちと、身長174センチという長身を生かしたダイナミックなゴルフで、早くから将来を嘱望されてきた脇本花選手ですが、まだタイトルには手が届いていません。しかし、先ほど紹介したように2022年は下部ツアーで初めて勝利するなど、徐々に成長していることがわかりますね。そしてこのタイミングで掴んだ全米ツアーへの出場、きっとこれまでの苦労を乗り越えてきた経験と強い気持ちで好成績を残してくれることでしょう。これからの脇本花選手の活躍には大きな期待が高まっています。今季どのような結果を残してくれるのでしょうか。楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。